ございます。どうも皆さんこんにちは、さよきまりこのまりこです。今ね、朝の7時くらいで、ベルゲンの、駅に来てるんですけれども、まあ私は駅で帰るわけじゃないんですけどね、これからそう、今日もう今飛行機に乗りますね、ロンドン行きの。で、ちょっとここからその路面電車みたいなのがあるんで、ここじゃなくてあっちの外の方で撮って、でそれで45分くらいで空港に着くみたいなんで、そう、それでまあちょっとロンドンに帰ろうと思います。はい。で、本当ね、4泊5日の今回旅だったんですけど、まあ、4泊5日って言ってもね、5日目のも今がもうすぐ出るんで、本当もう4泊みたいな感じでね、それで結構すごいやっぱ収穫があったっていうか、まあ私もね、ご存知の皆さん、まあ私のチャンネル見てる方はご存知かもしれないんですけど、まあ最近ね、いろいろちょっと仕事も忙しかったもんですから、どんどんまあなかなか上げてなかったりとかして、で、まあベルゲンではすごく結構いろいろ撮りましたし、まああとその現地の方たちを、友達を通して知り合った方々をもう結構 7,8 人くらいちょっとリーディングしておりまして、まあそれも全部ビデオで載せさせていただきましたので、もしもご興味がある方がいらっしゃいましたら、ご覧くださいって思うんですよね、ご覧くださいって嬉しいんですね、ありがとうございます。で、ですね、まあ、今日ちょっとね、さっきいろいろと話してて、やっぱりね、この6、7、8年でいろいろ見てた時に、なんかそのやっぱ人間関係で、特にその、まあそういういわゆる恋愛のねこととかの相談すっごい多かったなっていう、なんかやっぱり印象があって、まあで本人たちが結構悩んでる人たちが多いっていうのはまあちょっと事前に聞いてるとかもあるんでね。でやっぱり結構その中の人たちで、やっぱりそのちょっと苦しくなっちゃってる恋愛してる人っていうのがもういたんですよね、結構いるなっていう印象もあって、あとちょっとなんかいろいろいざこざっていうよりもね、なんていうのかな、まあちょっと我慢しちゃってるとか、まあ、もちろんさ、要はさ、まあ、恋愛以前の問題でさ、ね、人間関係だから、まあいろいろあるんだけど、ただやっぱり苦しむも恋愛っていうのはやっぱ違うと思うし、なんだろう、この恋愛が本当にやる自分のための恋愛なのかそうじゃないのかって考えた時に、ちょっとあまりにも苦しんでたりとか、自己愛を表現できなかったり、要はその自分を愛してるっていうことが表現できなかったりとか、自分を表現できなかった、自分自身をね、で自分自身を表現できないとか、自分の好きなことを表現できないとか、つまりそれこそその自己愛、自分を愛することを、愛してることのことを表現できないっていう時ってやっぱり苦しくなるし、でそういう苦しくなる恋愛見てると、そういうの見てると、なんかいや本当にこの人でこの子はこれでいい、この人でいいのかなと思ったりとか、別にその確かに余計なお世話だし、私はね他人だからさ、特に恋愛なんてほら、まあ1対1みたいな話じゃない、まあ、1対1じゃない人もいますけどね、オープンリレーションシップとかで1対何とかいう時にいるけど、まあ、例えば1対1だとしてね、そういうところにおいてはほら、私は部外者だから、で部外者の人がそのペラペラ喋ることじゃないって思ってるんだけど、いつも、うん、まあ、ただその私の一つのこの締めの、まあ、このベルゲンのアドバイスとしては、やっぱりみんないろいろ人間関係に飢えてるって言い方しないけど、人間関係欲してるっていうか、そういうなんか愛を求めてる、みんな、そう、それがすごくね、すっごい分かったっていうのも旅だなとも思いますし、まあ、あとやっぱりその苦しまないでほしいって感じ、そう、なんか苦しいなとか無理してんなと思ったら、まあやっぱその人じゃないのかなっていうね。だからそれがちょっと分かったって、すごい確実、まあ前から分かったけどね、でもその本当にいろんな人のケースを見て、あ、これはちょっともう誰か新しい人に出会ってほしいなとかも、そういうのもあったし、やっぱこの人すごくいい人だし、すごい素晴らしい人だし、いやーこんなにね、suffering、 要は苦しむってことなんで、 suffering ね、苦しんでほしくないなって思ったり、したんで、まあそんな感じです。はい、でこのちょっとベルゲンシリーズはちょっとこのビデオが最後かなと思うので、他にベルゲンからのいろいろな、ベルゲンについてのお話を日本語でしたりとか、他のいろんな人のこっちの現地のね、いろんな国から来てる、まあ、現地といってもほら、ね、いろんな人がノルウェーもほらいろんな国からの人が来てるし、まあ、あと留学生だったりとか、あといろんな国から働きに出てるんで、そういろんな人 の,
リーディングもやってますので、そちらの動画もご覧いただけたら幸いです、はい、これからもぜひどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼します。